はい、山口金太郎の食いしん坊です。唐揚げくん、トイミヤシ、ドラクエとのタイアップ商品ですね。これがうまいという噂が立ってますので、こんな感じになってます。これを行ってみたいと思います。いい匂いがします。さっぱりして美味しいです。